標高860メートル、古書山のふもとに開けた福岡県朝倉市秋月。この町の歴史は古く、鎌倉時代には秋月氏が、近世になってからは黒田氏が治めました。当時の風情が現在にも残り、その美しい町並みは筑前の小京都とも呼ばれ、伝統的建造物群保存地区に指定されています。今回はそんな伝建の町秋月を散策します。城下町風情が今も残る秋月は、町全体が国の伝統的建造物群保存地区に選定されています。秋月城跡です。寛永元年、西暦1624年に福岡藩主黒田長政の三男長興が秋月藩主としてこの地に入り整備しました。長屋門はかつての秋月城の裏門。黒門は大手門だったものを移築したものです。秋月城へと続くおよそ500メートルに及ぶ杉の馬場です。およそ200本もの桜の木が植えられ、春先には桜のトンネルとなり、多くの花見客でにぎわいます。杉の馬場沿いには郷土資料館があります。ここには秋月黒田家ゆかりの貴重な遺品が展示されています。城下町の入り口には立派な石橋が架かっています。およそ200年前に架けられた眼鏡橋。秋月八代藩主黒田長信が警備に赴いた長崎の橋を参考に、長崎から石工たちを呼んで作らせました。秋月には江戸時代に建てられた建物も残されています。慈恩寺地区にある旧田代家住宅。田代家は秋月初代藩主長興の家老から始まった家です。母屋、土蔵、門、土塀、庭など江戸時代後期の武家屋敷の遺構が多く残されています。旧田代家住宅の前の坂は月見坂と呼ばれています。この坂から望む真東に秋月城があり、中秋の名月には城の真上から月が昇ることからこの名がついたと言われています。久野邸です。ここも秋月初代藩主から直接仕えていた上級武士の屋敷です。母屋は情緒あふれるかやぶきの2階建て。敷地面積は622坪もあります。山々を借景にした調和のとれた和の空間は秋月名園の一つにも数えられています。古い町並みが今も残る伝建の町秋月。町歩きのついでに立ち寄りたいお店もたくさんあります。
その一つが筑前秋月和紙どころ。ここでは昔ながらの手法で和紙を作っています。秋月和紙はその昔、瓶漬けとともに紙を結う元結として黒田秋月藩の推奨産業の一つとなり、上方、大阪方面を中心に愛用されていました。その特徴は引きが強くしなやかなこと。今では水墨画や書道の紙など用途に合わせた紙をすき上げています。古書山のふもとに開けた福岡県朝倉市秋月。今も残る古い町並みは次の世代に残したい日本の大切な遺産です。季節によってさまざまな表情を見せてくれます。ぜひ町を歩いて古の風を感じてください。